ガンガンギギグンダマン、ガンガンギギグンダマン、いつぶつの王座に連れ戻せ。ガンガンギギグンダマン、ガンガンギギグンダマン、グンダを貫く螺旋の刃、灰の審判グンダマン。当たらんな、当たらんな。え、てかここあれにも似てるよね、嵐の最新情報。ほぼ特有のステップは NG。 ロリスタ無理。あ、結構あれですね、バックスタの範囲もいい感じですね。オッケー。なんかこれ血がついてん、あ、血がかかんだね。ブラッドモンスタイルですね。結構ブラッドモンスタ、あれいけない、ちょっと待って。俺あれっすね、取り逃したアイテムある。これちょ取っていいっすか。ちょテンション上がってるんで、マジこれね、上からじゃないと取れないアイテムですね。あそこから見えてたの、もうわかんだよ俺は。ソウルシリーズ何年やってると思って、あ、これどうすんの、え取れない、これどうすんだ、これ。わかった、完全にわかった。ダッシュジャンプだ。落下中にあるな、致命攻撃。はいはい、わかった。さっきそれでダッシュってメッセージがあったんだ、それがヒントですね。ここに通りでジャンプっていうメッセージがあるわけだ。これジャンプっていうメッセージはつまりそういうことですね。どこでジャンプすればいいんだ、どこに向かって。こっちに向かってジャンプかな。うっ、嘘やん。オッケー、いったー、オッケー。あ、草石のかけらだ。オッケー、これは取っといて正解でしょう。これは武器を強化するアイテムですよね。ダークソウルからは変わってなければの話ですけど。ふんふんふん。あれボスか、最初のボスですかね。あ、多分もうボス戦でしょこれ。え、最初のボス戦じゃないの、多分負けないっすね。ボスでしょこれ。え、ボスじゃないの、え、誰君、王じゃん、誰、王様じゃん、股間やん。うわ、なんか生えとるやん。うわ、キモ、なにこれ、どうしたワカメみたいのに食われてるよ。背中にワカメついてるよ。剣を引き抜く、ダメでしょ引き抜いたら。多分動き出すと思うよ俺は。いいの、人参マン、そういうことして。え、ほらね、言わんこっちゃない。灰の審判者グンダ。うわぁ、マジで危ない。ちょっと回復、ちょ、これエスト足りるか、マジで。これ見てからステップ余裕でした。いけれますね、初見撃破。さっきのあっちのがよっぽど強い。あ、これちょっと攻撃タイミングわかんない。ちょ、攻撃モーションがわかんないな、ここの。前捨て。はい、2発入る。で、下がる。あれなんだ、つかみモーションが。一発入れる。で、逃げる。はい。完璧ですね。あ、やばい。これまずいね。ちょっと今、ここで鮮魚発動したのはミスでした。Y のミスやった。お、なに。おい、聞いてない。マジかよ、お前。そういうことする？ちょっとこれ、建本。ゲストがね、初見撃破したかったな。うわ、きつ。盾の上からごっつり削れますね。お前さ、背中のワカメがすごいふやけてるんだけど、この水吸って、ワカメが水吸ってるって。お兄ちゃん負けたな、もう一回やろう。いやー、負けたー。まあ、裸だからしょうがないね。裸だからね、しょうがないとこあるよね。 OK、 行きましょう。やっぱ切りかかんだね。
ってことはもう最初みたいな開幕話はできないということだ。ちょっと縦構えていこうかな。あそこにソウルが落ちてますね。うわ、やばいやばいやばい、縦に甘んじた、やっぱり縦に甘んじた男になった。これまずい、両手持ちでいこう。動きをよく見て、お、怖え、ういって、マジか、やばい、暗いすぎてるな。よいしょよいしょよいしょ。いや最初ここ鎧やると違うんだろうな。どうなの、多分結構ダメージ減ると思うんだよね、鎧やんだけど。やばい、ちょっと暗いすぎだな、さっきよりまずい。戦技使うか、後ろ取れ後ろ取れ、多分最初のボスだからどっかしらアンチはある。後ろかな、ここでここで死ぬほど稼ぐ、この段階で死ぬほど稼ぐ。うわー、マジか、おー、生きていた生きていた生きていた、死んだかと思った今ので。うわー怖え、多分後ろかな。よいしょ、ちょっと黙る、オッケーオッケー、危ねえ、死んだかと思った。はい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 、まあ余裕ですよ、俺ぐらいになると裸でも。見てこの殺人、殺人衝動を駆られるため、人参マンの。オッケー、いやー今のは肉帝国の先兵ではなくね、ワカメを食べてたんで海藻系なんでね、ニンジンマンと同じ感じなんですけどね。ちょっとね、あいつは野菜に取りつかない。あー、ここにもうかがり火ありますね。オッケー。さあ、ニンジンマン、この調子で、肉帝国の悪事を止めるために、突き進んでもらいたい、ニンジンマン。いや、あいつのって攻略法としては、後ろが基本安全ですね。今戦ってわかりました。だから、回りながら、なんか攻撃したら、ちょっと横にローリングしながら、後ろの方に避けていくと、あいつは後ろの方に当たり判定がないので、当たり判定というか、後ろの方がアンチなので、いいかと思われますね。多分裸じゃなければ、多分、普通に初見クリアできる人いっぱいいるっていうか、俺が負けたのが不思議って思う人もいると思いますね、むしろ。うん、うん、うん。なるほど。まあ、ここは筋力、ニンジンマンのこの筋力があるので、多分飽きましたね。ちょっとこっちの方も見たくなる衝動に駆られるよね。こういう風に、そっちに あるんじゃないかみたいな。なんとなく嵐の祭祀場っぽいですよね。俺チョク、俺チョク、俺チョク、どっちが強いんだ。まあ多分クラブでしょうね。メニューを開く。メニュー。あ、ここでメニューなんだ。でもスタートボタンでもメニュー。スタートってかオプションボタン、ん？とりあえずこっちか。裏道っぽいけど。うわ、なんかいるな。2体いない。下に座ってるのもいない。とりあえずあいつか。いや、座ってんのいるよ。邪魔しないであげて。両方殺す。うん、威嚇せよ。うわ、槍だ、気をつけろ、人参。オッケー、野菜パワーだ、これが。ベータカロチン発動。戦技ベータカロチンにしよう、これ、こう、こうのから。戦技ベータカロチン。機関のコッペン。え？道がないんご。いやー、今回もそういう感じ？ダークソウル特有の道がどこ行ったらいいか分からなくなるみたいな。いや、そんなことない。ただ見落としてるだけ。そんなことはないと思うんだよね。あれでもないよね。メニューを開く。メニュー開いたって、あ、上がありますやん、兄貴。戦技ベータカロチン。これなんも、あ、待って、MP 使ってんだこれ。今気づいたんですけど。MP みたいに使ってますよね。これ発動するたびに。まあ、全然気づかなかった。全然気づかなかったわ。ちょ、怖っ。エスト飲もう。エストはもう惜しまず使っていこう。最初なんでね。こんなん死んで当たり前なんで、ね。オッケー。上からも矢降ってきたな。もう一体いるな、上に。バクスタチは無敵なんで。てか、ニンチンマンがどんどん血濡れていくな。野菜帝国の伏兵。
鬼神、鬼神にしん、に、あ、鬼神人参マン。肉帝国の兵士を滅ぼすために、この町にやってきた。こっちはないな。ここは多分お墓なんでしょうね。墓から奇跡の復活を遂げた人参マンみたいな。え、こっちから来た？こっちから来たよな。いや、こっちから来てねえよな。いや、こっちから来てねえ。いや、ちょっとアイテムの取り逃しだけが怖いんだよね。ほら、こういうとこに絶対、ほら、なんかいる。あれは敵？敵ですね。あの、カボタンだったらこれ爆殺取って落としたらどうしようみたいな。さようならだ。多分敵だよね。いいんだよね。多くの人がここで、みたいな。どうしたお前。あ、ここで足を滑らせた。あ、ここ怖いな。ここで足を滑らせたやつがいると。なるほど。いや、オンライン繋いでるんでこういうの見れるといいですね。あれは死んだ人の結婚が見えるんでね。いいですね。オッケー。こっちはな、あ、こっちも気になる。ごめん、ちょっと見して。ほらね、絶対あると思いました。ここできますよね、絶対。でも家の中入るルートもあるんだよ。怠けてんじゃねえ！働け！今回の猛者なんか綺麗ですよね。なんか服着てるんで。いや、まずは上から散策でしょ。盾は構えとく。残り火ちょっと一個ずつ見ていく、一応。イベントリーだよね。どれ？残り火。死ぬまで炎の力を得、最大 HP を増やす。死ぬまで炎の力を得。あ、オッケー。英雄たちのうちにある残り火。火のなき、はい、あ、これ、あれか、人間性だ！人間性でしょ、多分。違う？死ぬまで火の力を得、最大 HP を増やす。また、火の力を得た者はサインが見え、残り火に行かれる協力者を召喚できる。だが同時に侵入、人間性みたいな感じじゃないの？これ、どうですか？僕の推理。まあ、ソウルシリーズやってるんでね。なんだかんだソウルシリーズはやってるので、僕の推理どうですかね。いやー、アイテムの取り逃しが怖い。ほら、だから言ったでしょ、こういうとこに機関のコッペンが落ちてる。アイテムの取り逃しがね、本当にしたくないんだよね。最初だから、妥協しないから。一瞬目は別に一瞬みたいな。妥協しないから。一切妥協許さない男、人参マンだから。これは？この先誘い出しが有効だ。これは、なんだ？公式メッセージなのか。でも今メッセージ、サイン漏石多分ないよね。この段階では。この段階でサイン漏石ないと思うんだよね。書けんのか。あ、メッセージ書けますね、これ。わ、なんか来た。うわ、バットみたいな技。イヤイトゥーでしょ、それ。イヤイトゥー持ってるでしょ、君。わ、出血する。わー強え、結構。やーべ、抜かった。あいつも裸やん。いやいて、いや、出血かー。てか、これ、レベル上がんないんですかね、レベル。レベル上げたいっすよね。じゃ、盾ももうちょいいいの欲しいな。ここ！うわー、一撃かー！これどうすんだ、こいつ。マジか。こいつが問題だよなね、うわぁ、強えな、ここ、まだだなぁ。ちょっと、まだ来る場所じゃないと思う。ちょっと、防具取ってからでしょ。ちょっと無理だ、今の段階だと。